小人の靴屋。昔、大層貧乏な靴屋がいました。材料の靴の革を買うお金もないくらい困っていました。ある日、とうとう一足分の革しかなくなってしまいました。でも靴屋は、とうとうこれでおしまいか。最後に立派な靴を作ってみよう。神様、どうか私をお助けくださいと言ってベッドに入りました。朝になりました。さて仕事にかかろうかと仕事場に来ると、なんと靴がきちんと出来上がっているではありませんか。いやいや、これは一体どうしたことか。靴屋は首をひねってしまいました。そこへお客さんが来ました。おお、なんて素晴らしい靴なんだ。ぜひ譲ってください。大変気に入って、余計お金を払ってくれました。靴屋はそのお金で二足分の革を買うことができました。靴屋は夕方、二足分の靴の革を立って、明日これを仕上げよう。と言って休みました。ところが朝になるともう二足の靴が見事に出来上がっているのです。すぐにお客が来て、これはいい靴だとまたたくさんお金をくれるのでした。靴屋は四足分の革を買うことができました。そして朝になると靴が出来上がっているのです。こうして靴がどんどん増えてどんどん売れるようになりました。靴屋はお金持ちになりました。さてある晩、靴屋は忙しく靴の革を立ちながらおかみさんに言いました。一体誰が靴をこしらえるのか。今晩は眠らずに見ていようか。そうですね。私たちを幸せにしてくれたのは誰か見たいものだわ。二人は仕事場の明かりをつけたままにしておきました。二人は仕事場の物陰にそっと隠れて見ていました。すると真夜中、二人の裸の小人が現れました。小人たちはちょんと仕事台に登りました。小人たちは靴の革を取り上げて仕事にかかりましたが、その手つきの見事なこと、小さな手で革を縫い、大きな木槌を振り上げてトン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 、見る間に靴を作り上げてしまうのです。靴屋はびっくりして何も言うことができませんでした。あくる朝、おかみさんが言いました。私たちを幸せにしてくれたのは小人たちだったのね。何かお礼をしなければいけないな。小人たちは裸でしたね。私、暖かい服を作ってあげようかしら。うん、わしは小さな靴を作ってあげよう。二人は早速仕事に取り掛かりました。夕方、洋服や靴が出来上がりました。それを靴の革の代わりに仕事台の上に乗せておきました。そしてまたそっと隠れて見ていました。真夜中になりました。小人たちがやってきました。さ、仕事にかかるか、言いながら台の上を見てびっくり。これおいらにぴったりだ。すごい速さで服を着て靴を履きました。小人たちはとうとう歌い出しました。見てくれおいらの格好を、素敵で立派な若者だ。これじゃ靴屋はやれないよ。そして跳ねたり踊ったり、椅子を飛び越し棚に登り、
さんざんはしゃぎ回りました。それから踊りながらドアから出ていきました。その時からもう小人たちは来なくなりました。けれども靴屋はそれからも一生懸命働きました。靴は相変わらずよく売れたし、お金にも困りません。靴屋とおかみさんはずっとずっと幸せに暮らしたということです。おしまい。